集中した守備を見せました。しかしこのボールを奪ってさあ広松、広松左足決めた、同点金沢。前半の29分、平松翔嬉しい嬉しい初ゴールを挙げました。得意な形ですよね、おそらくね本人、まあ、今真ん中で陣取ってますけど、このコントロールもしっかり今ゴール見ます確認しましたし、狙いつましたコントロールシュートですけど、まあ、これもねおそらくもう今まで何百回ってね練習で打ってるシュートでしょうし、感覚的にはもう打った瞬間分かるような感覚で打ってるでしょうから、非常にいい形でしたよね。狙いすかし、セカンドボール松田のクロスから、ザーッとポスト、スコールは2点目、追加点、またしても平松だ。立て続けに平松のゴール、2対1。金沢試合をひっくり返します。セカンドボールを拾って、まあ、こう立て続けに、まあ、クロス外からのボールなんですけど、こう諦めず送り続けて、ここで一旦ねコース当たってと思ったんですけど、そこにはしっかり平松に詰めてますんでね、まあ、諦めずに攻め続けると、前への意識はしっかり持ちながらプレーし続けると、まあ、こういう風にね自分が構えたところに落ちてきたりしますんで、もちろん平松選手の嗅覚というかね、得点覚悟のポジショニングも非常に良かったですし、切り替えて奪いに行かれるとですね、はい、空いたボール前向きに返せたら、大谷、大谷が運ぶ、お、平松、左足、あ、ここで、いけ、金井がスライディングに入ったんですけれども、手に当たったんですかね、こういうジャッジですね、はい、金沢が前節と似たようなところ、相手のこう深いところでスローインのチャンス、ボール奪って、平松のシュート。スライディングで入った金井の手に当たりました。うそうですね、うん、支えで丹羽がボールをセットしました。丹羽は今シーズン35試合で8得点、チームトップのスコアラーです。36節の秋田戦でもゴールを決めてます。ゴールキーパーは田口、左隅に決めた。岩志音の今シーズン9点目で金沢が前半で追いつきました。いや金沢前節同様、はい、先制されてもこう追いつく、そういう粘り強さっていうのを持って、後藤がキャッチ、さあ早いリスタートからセルマが要求した、一気に持ち上がるカウンター、左には大石、そして杉浦恭平、左の大石へ、大石中に送ってセネマのヘッド、決まった。金沢先制、残留争い、勝ち点3をつかむため、途中出場のセネマ有利、金沢先制1対0。素晴らしいカウンターですね、前半から何度も続いてカウンターですけども、ここでしっかり走って逆サイドの上がり間に合わないかなと思ったんですけど、左の大石選手冷静に見て、ここも大石選手冷静でしたよね、クロスの質も非常に高いですし、ギリギリのところ狙ってましたよね、自分で行くっていう判断ももちろんあったと思うんですけど、ここは中田真央をしっかり信じてね、最後は瀬沼選手の見事なダイビングエッドですね、チームとしての1点だと思いますね。後半40分、ボレセ懸命のクリア、そして前線にはセヌマ、頭で落とした、さあ1対1ビッグチャンスになる、セヌマ落ち込んで右足決まった、金沢追加点、セヌマ今日2点目、勝ち点3を逃すまい、手繰り寄せる大きな大きな追加点、2対1。これも一瞬の隙というかね、カウンターで1対1の場面でここで前でボール触ることができたんで、
まあ、山田選手との駆け引きの中で瀬沼選手が勝って自ら決めきる力も、ね、冷静でしたよね。ここね慌てる場面だと思うんですけど、しっかりとキーパーの動きを見て冷静に流し込みましたね。この場面でこの局面でこの冷静さを保てる瀬沼選手はやっぱりさすがだと思いますね。今日2点目、2対1、アディショナルタイムに追加点、神奈川が再びリードをしまして、アディショナルタイム目安の3分台に入ります。